はい、こんにちは、116ウィンズです。今回の動画ではですね、現役スター選手たちがかつてこの球団に所属していたっていうことをちょっと紹介していきたいなと思います。皆さんご存知の通り、 MLB は非常に移籍の多いリーグですよね。まあ当然シーズンオフのトレードだったり FA だったりっていうところもそうですし、またシーズン中の7月31日にはトレードデッドラインを迎えるということもあって、まあ各球団ですね、非常に活発に選手をトレードするなども、まあ、非常に多く見られることだと思うんですけれども、まあ当然その今現役でスターとなっている選手たちも意外と移籍を経験していることが多いんですね。今回の動画ではそんな現役スター選手たちの、まあ、特に若手時代ですよね、その時代の移籍に焦点を当てて、まあ、実はこのチームに所属していたんだよってことを、まあ、10人ほど紹介していきたいなと思います。はい、まずはコーリー・クルーバーから紹介していきたいなと思います。ご存知の通り、クルーバーは2014年とそれから2017年にインディアンスでアメリカンリーグサイ・ヤング賞にも輝いたことのある、まあ、非常に実績のある右腕ですよね。で、今年からトレードでテキサス・レンジャースに移籍したんですけれども、実はクルーバードラフトはですね、2007年の4巡目パドレスから指名されてるんですね。パドレス時代はそこまで目立ったプロスペクトでは全くなくて、2010年のカージナルス、インディアンス、パドレスの三角トレードでインディアンスに移籍してるんですね。この三角トレードの中心は、まあ、インディアンスからカージナルスにトレードされたジェイク・ウェストブルックという、まあ、先発投手と、あとはカージナルスからパドレスにトレードされたライアン・ラドウィックという、まあ、外野手が中心のトレードでしたので、まあ、クルーバーというのはいわばおまけみたいな存在でしかなかったんですね。ただクルーバーはインディアンス移籍後メキメキ力をつけてですね、2013年からメジャーのローテーションに本格的に定着をして、で14年のサイ・ヤング賞というところに至りましたので、まあパドレスとしてはかなり逃した魚は大きかったというようなトレードになってしまった形ですね。続いてはインディアンスつながりでマイク・クレビンジャーですね。クレビンジャーはもはやインディアンスの先発ローテーションに欠かせないピースですよね。まあ、ましてやクルーバーをトレードした今シェーン・ビーバーとともに、今クレビンジャーがチームのエース格ということには、まあ、誰も異論はないとは思うんですけれども、実はクレビンジャーはですね、ドラフトはエンゼルスに指名されてるんですね。2014年のシーズン中にビニー・ペスタノという、まあ、リリーフ投手とトレードされて、クレビンジャーはインディアンスに移籍しているんですけれども、まあ、ペスタノがエンゼルスで、まあ、そこまでインディアンス時代ほど活躍できなかったに対して、まあ、クレビンジャーはインディアンスのエース格に成長したということを考えると、まあ、ちょっとエンゼルスとしてはもったいないトレードでしたよね。で、しかもエンゼルス現状先発投手に非常に苦しんでいますから、まあ、クレビンジャーがいればなと今頃思ってるかもしれませんね。ちょっともったいないトレードでしたね。で、エンゼルスはクレビンジャーの前にも先発のプロスペクトをトレードしておりまして、で、それがパトリック・コービンですね。コービンは2018年までアリゾナダイヤモンドバックスのエース格として、まあ、非常に活躍して、で、2019年から、まあ、FA でワシントンナショナルズに移籍して、で、特にプレイオフでは本当に大車輪の活躍でチームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した投手なんですけれども、コービンは2009年のドラフト2巡目でエンゼルスから指名されてるんですね。ただその1年後にダン・ヘイレンとのトレードで、まあ、1対4のパッケージだったんですけれども、その4人のうちの1人ということで、まあ、ダイヤモンドバックスにトレードされていったんですけれども、まあ、当時はですね、コービンそこまで期待されていたわけではなくてですね、まあ、メジャーではせいぜい4番手5番手ぐらいの、まあ、先発になるだろうぐらいの評価だったんですね。で、どちらかというと一緒にトレードされた、まあ、タイラー・スキャックス、まあ、昨年亡くなってしまったんですけれども、スキャックスの方が期待されていた投手だったんですね。ただメジャーリーガーとして蓋を開けてみたら、まあ、コービンはですね、ダイヤモンドバックスで早いうちからですね、エース格に成長していって、まあ、怪我だったり、スランプだったり、いろいろ苦しんだ時期はあったんですけれども、まあ、2018年オールスターに選ばれるなども活躍もありましたし、まあ、本当にですね、トレード後、才能が開花した投手でしたね。しかし、エンゼルスはちょっと先発プロスペクトを簡単に出しすぎちゃったかもしれませんね。まあ、もちろん必要な補強ではあったんですけれども、まあ、ただこうして、まあ、先ほどのクレビンジャーだったり、コービンだったり、まあ、後でメジャーリーガーとして成長したってことを考えると、ちょっとやっぱりもったいなかったなという印象ですね。はい、続いてはヨルダン・アルバレスですね。まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、アルバレスは昨年アストロズでデビューをして、で、デビュー直後からですね、ホームランを量産して、本当にアストロズ打線を支えるとんでもないルーキーが現れたなという感じの印象なんですけれども、まあ、その活躍もあって昨年アメリカンリーグ新人王にも輝いた選手ですよね。で、実はアルバレスはですね、もともとドジャースとマイナー契約を結んでいたんですね。それが2016年の6月のことだったんですけれども、そのわずか2ヶ月後にアストロズにトレードされているんですね。ジョシュ・フィールズという、まあ、リリーフピッチャーとのトレードだったんですけれども、ドジャース側の交換要員として、まあ、何人か候補がいたみたいで、そのうちの1人がこのヨルダン・アルバレスだったようですね。
で、ドジャースは当初ですね、そのアストロズからアルバレスをくれと要求された時に、別のアルバレスを要求されていると勘違いしたらしくてですね。というのもですね、当時のドジャースにはヤディエル・アルバレスという、まあ非常に期待されていた、まあ同じくキューバ出身のピッチャーがいたんですけれども、そのヤディエル・アルバレスを要求されているものだとちょっと勘違いしたみたいなんですね。まあ実際にはヨルダン・アルバレスだったということでトレードは成立したんですけれども、ただトレード後実際こういうふうに大活躍を見せているわけですから、まああのドジャースの編成トップのアンドリュー・フリードマンも、まあ後のインタビューでですね、ちょっと後悔している旨の発言もしたみたいですね。昨年のアストロズにアルバレスがいなかったらあれだけ勝つことはまず無理だったでしょうから、まあこのトレードっていうのは非常にアストロズにとっては大きなトレードになりましたね。はい、続いてはパドレスのスーパースター候補フェルナンド・タティス・ジュニアですね。昨年20歳にしてメジャーデビューを果たして、まあ、怪我などもあって84試合の出場にはとどまってしまったんですけれども、ホームラン22本、さらに OPS は9割6分9厘と、とても20歳とは思えないような成績を残した選手なんですけれども、実はタティス・ジュニアですね、2016年にホワイトソックスからトレードされてパドレスに加入してるんですね。ホワイトソックスとは2015年、16歳の時にプロ契約を結んでいるんですけれども、ただ実際にホワイトソックス参加でプレーしたことはなくてですね、まあ、プロスペクトとして才能は非常に評価されていたものの、ただ実際にプロレベルとなった時に適用できるのかっていうところが未知数な状態の中でパドレスにトレードされていったんですけれども、ただパドレス加入後は一気にですね、トッププロスペクトへ成長していって、まあ、昨年のあの活躍ですよね。もちろんホワイトソックスにはタティスと同じショートに、まあ、昨年の首位打者であるティム・アンダーソンがいますし、まあ、タティスがいないからどうっていうことはもちろんないんですけれども、ただホワイトソックス非常に若手の有望な野手が多い中で、まあ、さらにタティスもいたらどうなっていたのかなってはちょっと思ってしまいますね。はい、続いてはザック・ウィーラーですね。ウィーラーといえば昨年までメッツでプレーして、で、オフに FA で、まあ、5年1億ドル以上の超大型契約で、まあ、フィリーズに移籍していったピッチャーなんですけれども、もともとはサンフランシスコジャイアンツに2009年の1巡目指名を受けているピッチャーなんですね。で、2011年のシーズン中にカルロス・ベルトランと1対1のトレードでメッツに移籍してるんですね。で、メッツ移籍後は怪我に苦しむ期間も長かったんですけれども、2018年から本格的に先発ローテーションの一角を担えるような存在になりまして、で、2019年もまあ先発として非常に安定した活躍を見せたので、まあ、今回 FA で非常に大きな契約を勝ち取ることができたのかなと思いますね。ただトレードした側のジャイアンツとしても、まあ、2011年プレイオフを狙う上でベルトランの力が必要不可欠と判断して、まあ、ウィーラーを出してまでも、まあ、ベルトランの補強に動いたと思うんですけれども、ただベルトランは2011年のシーズンオフに FA で移籍してしまいましたので、まあ、半年間のベルトランの代償としてザック・ウィーラーっていうところは、まあ、ちょっと大きかったのかなという感じですね。はい、続いてはノア・シンダーガードですね。まあ、これは有名かもしれませんね。雷神の愛称で親しまれるシンダーガードですけれども、ドラフトは2010年の1巡目、トロントブルージェイズから指名を受けているんですね。まあ、指名直後からですね、まあ、トッププロスペクトとして、まあ、ブルージェイズ内で非常に期待されていた投手だったんですけれども、2012年のシーズンオフに RA ディッキーとのトレードでメッツに移籍してるんですね。で、このトレードに関しては、当時からブルージェイズを批判する声が結構強くてですね、というのも、まあ、ディッキーが当時2012年の時点で37歳と非常に高齢であることもありますし、またシンダーガードと、まあ、あともう一人、トラビス・ダーノも、まあ、移籍してるんですけれども、まあ、その二人が、まあ、非常にブルージェイズ内で期待されていたということもありますので、まあ、このトレードは到底ディッキーとは釣り合わないというふうに、まあ、ブルージェイズを評価する声もありましたね。で、ディッキーに関してはブルージェイズ移籍後、まあ、4年連続2桁勝利を挙げるなど、まあ、先発投手として、まあ、一定の活躍はすることはできたんですけれども、ただシンダーガードがその後メッツのエース格として、まあ、本当に成長していったってことを考えると、やっぱりちょっとこのトレードはもったいなかったかなという感じの印象ですね。ブルージェイズもなかなか先発に苦労しているチームですから、まあ、今シンダーガードがいればと、まあ、少し思っている節もあるかもしれませんね。はい、続いてはジョシュ・ヘイダーですね。今や MLB 屈指のリリーフ左腕に成長したヘイダーなんですけれども、ドラフトは2012年19巡目とかなり低い順位でオリオールズから指名を受けてるんですね。で、その後2013年にバド・ノリスのトレードでヒューストン・アストロズにトレードされて、で、さらに2年後の2015年に、まあ、カルロス・ゴメスですとか、あとはマイク・ファイヤーズらが絡むトレードでようやくブルワーズへトレードされてるんですね。で、マイナー時代は結構先発をする機会が多かったヘイダーなんですけれども、まあ、ブルワーズにトレードされて、で、メジャーに昇格してからはリリーフに本格的に専念して、で、そこで才能が開花したわけなんですね。
まあ、今ヘイダーがブルワーズにいるだけでも脅威なのに、まあ、もしアストロズにあのまま残っていて、でリリーフで才能が開花していたらと思うとちょっと恐ろしいですよね。アストロズはヘイダーのトレードで、まあ、後にブルワーズの主力として成長するドミンゴ・サンタナですとか、あとエイドリアン・ハウザーといった選手たちをトレードしていますから、で、しかも獲得したゴメスとファイヤーズっていうところは、まあ、ちょっと期待していたほどの活躍はできなかったので、まあ今戻れるならあのトレードはなかったことにしたいなと思ってるかもしれませんね。はい、続いてはカイル・ヘンドリックスですね。ヘンドリックスは最近のメジャーでは結構珍しい技巧派の右腕ですよね。まあ、速球も90マイル届かないことが多い中で、まあ、なんとかこうテクニックで抑えていくタイプのピッチャーなんですけれども、ドラフトはですね、もともと2011年8巡目にテキサスレンジャースに指名されてますね。で、ドラフトの1年後の2012年のシーズン中にライアン・デープスターとのトレードでカブスに移籍しているんですね。ちなみにこの時レンジャースからカブスに移籍した選手の中には、まあ、今日本ハムでプレーするクリスチャン・ビアヌエヴァもいるんですね。で、トレード時のヘンドリックスはやはり球速が出ないということもあって、あまりこう期待はされてはいなかったんですね。まあ、いけてもメジャーの、まあ、先発4番手5番手レベルの選手にしかならないというぐらいの、まあ、評価だったんですけれども、ただカブスに移籍してからは、まあ、先発投手として、まあ、非常にメキメキ成長していきまして、特に2016年ですよね、まあ、この年16勝を挙げて、防御率も 2.13 とリーグトップの成績を残して、サイヤング賞投票も第3位に入るぐらいの活躍をしてですね、まあ、2016年カブスのワールドシリーズ制覇に、まあ、大きく貢献したわけですし、でその後もですねローテーションの一角をしっかり担ってきてますので、このトレードはカブスにとって非常に大きなトレードになりましたよね。で、レンジャースサイドとしても、まあ、2012年プレーオフを目指す中で、まあ、先発の補強は必須の状況でしたし、まあ、デンプスターを獲得したのも、まあ、そこまでおかしいことではなかったんですけれども、ただ結果的に2012年のレンジャースはかなりショッキングな形でプレーオフ進出を逃しましたし、またワイルドカードゲームでも敗れて、で獲得したデンプスターも移籍後防御率 5.09 と、まあ、ほとんどいい活躍はできなかったんですね。で、おまけにそのデンプスターのトレードで出したヘンドリックスが、まあ、こういった先発投手に、まあ、後に成長してしまったということもありますので、まあちょっとレンジャースとしてはですね、かなり失敗のトレードになってしまいましたね。はい、そして最後はクリス・アーチャーですね。個人的にアーチャーは防御率と他の指標がマッチしないという印象が非常に強いんですけれども、まあそれはともかくとして、まあ、アーチャーはですね、ドラフトはクリーブランド・インディアンスに2006年5巡目で指名を受けているんですね。で、その後2008年のオフにマーク・デローサのトレードでカブスに移籍して、で、さらに2010年のオフにマット・ガーザのトレードでタンパベイ・レイズに移籍したんですね。で、カブス在籍時点から、まあ、かなりトッププロスペクトとして、まあ、非常に期待を寄せられていたアーチャーなんですけれども、まあ、レイズ移籍してからですね、その期待通りですね、エースの階段を登り始めてですね、まあ、レイズで2回オールスターにも選ばれましたし、まあ、非常に期待通りの活躍を見せて、で、18年にピッツバーグパイレーツにトレードされましたね。ただパイレーツ移籍後のアーチャーはちょっとこう期待通りの活躍ができていませんので、まあ、ここについてはですね、今後復活に期待したいなというところですね。はい、ということで今回10人ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さんはいくつ知っていましたでしょうか。私は正直アーチャーがインディアンスにいたことは全く知りませんでした。で、今回の10人以外にもですね、まあ、結構ですね、まあ、この選手ここにいたんだみたいな、まあ、驚きっていうのも多かったので、まあ、もしこの動画がご好評いただけるようでしたら、まあ、今後も続編を作るかもしれません。ですので、まあ、もし面白かったら、まあ、コメントですとか、まあ、高評価等で教えていただけると大変幸いです。また今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。